Yeah. Yeah. Okay. Okay. 都会だ都会だ。人がいっぱいいるぞ。ね、前髪が死んで。何ピースしたタイミングが一緒。あ、ない。めっちゃ声高いやん。やっぱちょっと可愛く行こうかなと思って。眩しい眩しい。はい、今から私たちスクランブル交差点通ります。私は人生2回目。ゆむちゃんはゼロゼロかな。おお、マジ東京とか行かないの。都会だね。で、これニュースで見たことあるよね、よくね。なんだっけ、今日の感じ。そう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 。何だろう、何人だろう。109だ、109が。109も後で行こう。で、ここはさ、どうする、直線斜め行く、どっちがいい。オッケー、直線で行こう。ここ取れなかった、有名人いるかな。え、こんなにさ、青になるの遅いんだね、スクランブル交差点って。私たちが住んでるとこすぐなるもんね。ヤクルト飲みたい。ほら、そう、今日は、今日のお昼はですね、実は予約してまして。あ、通りますよ。通りますよ。どうでした。歩いてます。イエーイ、大人だ。イエーイ、やった。来たい。はい、今、ご飯屋さんに来ました。ここどこだっけ。6年4組。リピートアフターミーしちゃった。6年4組に来ました。なんか机が学校机です。2年前です。今現役1学生ですけど、机です。それじゃあ、まあ、食べたいと思います。まあ、頼みたいと思います。はい、今来ました。見せて。マジ一緒ですね。これが飲み物で、カレー、うん、あったかい。で、これがチーズ、うん、で、あとお菓子のやつを頼みました。ちょ、折り紙入ってるけど、ね、はい、イエーイ。はい、じゃあいただきましょう。せーの、いただきます。タレントが落ちるってこと。待って、これさ、学校のソロじゃん。はい、せーの、ケーピー。待って、めっちゃ美味しい。いちごミルク。めっちゃキャンディーの味がする。どうぞ。え、いや、麺あるでしょ。あ、麺あった。私たちはいつもこれ割ってますよね。これもっとパンパンに入ってるんだけど、学校に入ってる。こうやって、でもこれ割んなくても平気だね、サイズで。めっちゃ麺って匂い。やばい、汚い。ごめんなさい。楽しいね、こういうお部屋。でもいるだけで幸せなんだけど、ちょっとごめんなさい。私も、エムちゃんも6年4組なんですよ。ね、ね、違う学校だけど。うちのママもだった。マジ？うん、私のママ知らん。6年114組。何人いんだよ、学校。ほぐせないんだけど。待って、とりあえず書いてる。はい、雪だるまが刺さりました。私赤色です。私ピンク、好きな色。おいおい、戦うか。かわいすぎね、持って帰ろう。ピューラでも同じことしてる。ね、ちょっと食べてみます。待って、これ美味しい。うん、で、ほら、めっちゃチーズ。本当なんだったらお酒飲みに来たいんだよ、ここ。わかる。じゃ、食べましょう。せーの、せーで、ごちそうさまでした。じゃ、ちょっと
他のいろんなところ109とか行きたいと思います。メガドンキっていうのがありました。行ってみましょう。何でかくない、何でかいんでしょ。 M ちゃんじゃん、メガドンキ。 M ドンキ、何あれ、マネキーヌ、ま、マネキーヌ、マネキーヌタッチでもしとっか。あ前髪すごい切れすぎたみたいだね。すごいね。いきます。月組横がわかんない。いや。どっち、もう一回やって、もう一回出してやる。丸っこいって難しいね。続いては M さん、どこ行くんですか。109です。おお、パチ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 。行ったことがないです。葵ちゃんは、葵ちゃんは行ったことないです。109ですね。109行きましょう。ウィゴーがあったのでウィゴーに行きます。なんか東京の人はいろんな方がいらっしゃいます。YouTuber とかさ、アイドルグループ…おぉハチ公前でーよ。これがハチ公ですね。あのハチ公ですね。かの有名なハチ公さん。はい、演奏法決まって、はい、ということです、今…ということで、今…はい、ということで、今…渋谷から原宿に行きました。で、原宿…あ、うえーで、今から原宿をデートしたいと思います。私友達と原宿来るの初めて。あのひまちゃんとかと行った時はママともいたし、うんうん、イエーイイエーはい、竹下通りです。ウィゴー行きます。ガスカートいっぱいあるね。ね、私だってどういうスカートあると思う。いつもさ、うん、なんでもあるんじゃない。こういうキラキラしてる、かわいいね。ポケットがついてる。あー、ね、スカートってあんまポケットついてないよね。こういう系もさ、あるじゃん、うん、こういう系マジでない。こういうのおそろいいよね。カップルとかカップルとかカップルとかさはい、しぼしょうしょう。私もイエー。じゃあつけてよラブラブで行こう。すごいね、広い。イケメン彼氏とかさ、イケメン彼氏欲しいよな。めっちゃ楽そうね。動きやすいじゃない。ほんとだ。みなさん、いちご飴買っちゃいました。ここです。ソロベリー、ちょっと読めないですねソロベリー、いただきます。いきます。めっちゃ美味しい。最高すぎる。天才幸せそう。天才的な文字してます。 M ちゃんも食べてください。はい、下手くそです。ごめんなさい。ごめんなさい。お感想。美味しい。あ、美味しい。よかったです。で食べましょう。ベビタピ行ってみます。初めてですね。はい、めっちゃ可愛いね。ベビタピ行きましょうか。はい、では行きますよ。せーの、ベビタピ。はい、今ベビタピ買ってきました。サインもいただきました。ありがとうございます。チョコ買いました。いただきます。うまっ、チョコうまっ。先生、M ちゃん何頼んだんですか。普通のミルクティーです。じゃあ、飲みましょう。はい。あの、電車間に合わないと思って走っちゃったんで、撮ってなかったんですけど、はい、原宿帰ります。めちゃめちゃ楽しかったです。とりあえず一回渋谷に戻って、そこから帰る感じですね。はい、楽しかったです。ベビータピーも美味しかったね。じゃあ、帰ります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、ツイッ
Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。